どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。本日ですね、ご紹介しようと思ってるのが、オズモモバイルっていうね、私使ってるドローンの会社、DJI という会社が、発売している、カメラとか、そういうのの手ブレ補正、をするような機械なんですけど、今回買ったオズモモバイルというのはスマートフォンを使った撮影の時に、ブレが生じないようにするような、スタビライザーというね、ものになるんですけど、もうね、結構レビュー動画も上がったりしてるんですけど、私もずっと欲しくて、迷ってました。で、オズモモバイルっていうのと、あとオズモっていうもう専用のね、すごい 4K のいいカメラがついてる分とか、オズモプラスとか、今いろいろバージョンがね、本当のプロバージョンとかも出てきてるんですけど、値段がやっぱ結構高くなってくるので、どうしようかなってすごく迷ったりしてたんですけど、ちょっとね、値段も安いということでオズモモバイル、っていうのをちょっと買ってみたんでレビューをしてみたいと思います。はい、ではですね、商品の方で、開封の方をしていこうと思います。まだね、私もね、開けてないので楽しみなんですけど、よいしょ。今回ね、どこで買おうか迷ったんですけど、私ね、ファントムっていうDJI のドローン使ってるんですけど、それも赤ドラジコンってね、とこで買いましたのでね、同じとこで買おうと思って、そちらの方で買いました。ちょっと用品とかね、 DJI から直接買ったりもしたことあるんですけど、今回はね、この赤ドラジコンさんでいいかなということで、買いました。よいしょ。本体はこちらの方ですね。になってます。正面はこんな感じ、横、上、ね、反対側ですね。ラベルがこんな感じで貼ってます。ちょっとシリアルも入ってたりするからあんまり見せれないかな、というような箱です、ね。じゃあちょっとね、ビニールのを剥がしていきたいと思います。じゃあね、ちょっと箱のを開けていきます。結構ね、ピッチリとしたビニールだったから外しにくかったんですけど、箱を開けて、どうなってるか、こうか、ちょっとこうで、よいしょ。そしたら開けていきます。結構発泡がねピシッとしててね、なかなか開きにくかったです。こんな感じですね。よし、開けます。よいしょ、オープン。反対、オープン。こんな感じです。多分この上のところにも何か入ってますね。こんな感じです。本体ですね、本体がこんな感じで入ってます。あとは、説明書、ちょっと分厚いですね、説明書、その、この横のところに、ケーブル、充電用のケーブルですかね、ケーブルと、なんですかね、これ、止めるやつですね。で、あとバッテリーが入ってます。で、今回ですね、キャンペーンを今 DJI やってまして、これ後でまた紹介しますけどね、土台みたいなやつですね、こちらの方と、バッテリーがもう一個ね、プレゼントということでサービスでやってます。本体だけであればこんな感じですね。で、この上の方がこれは何も入ってない、これはこっちか。で、あとケースがね、こんなケースです。もう本当に付着式のこんな感じのケースなんで、どうなんでしょうね、ちょっと本体出してみますけど、このジンバルっていうのが結構ね、こう怖いんですよ、扱いが。ドローンのところでもね、こんな感じでブラブラなんですよ、これがね。
ドローンも下のところにカメラをね、支える土台としてこういうのがねついてるんですけど、もうプラプラなんで、まあ、これをここに入れとく、まあ、心配性な方はね、この何ですか、ちょっと簡単な収納ケースになってるんで、ちゃんとしたねやつは、まあ社外品にはなる、 DJI じゃないところからの分だって Amazon で何点か見つけたので、そちらの方買われた方がいいかもしれません、ね。本体はこんな感じです。じゃあね、とりあえずちょっと充電をしていかないと、動作確認できないので、ちょっとね、しばらく充電をしてみます。はい、ちょっとですね充電しようと思っていろいろ見てたんですけど、バッテリーね入れるのはまあこの下のところに入れたんですけど、あ、これね、よいしょ、あ、どこかかってる、まあ、こんなバッテリーついてて、まあ、入れて充電をしようと思ったんですけど、よいしょ、こういうケーブルがね、ついてるので、まあ、片方 USB で片方こういう風なねイヤホンのステレオジャックみたいなやつになってて、どうもねここに挿して充電するみたいなんですけど、あの充電 の、 あの USB 挿す側の何て言うんですか、あの USB のこう電源供給するやつのようなものはついてないですね。だからもともとあるようなものに挿すか、それともパソコンとかの USB の端子のところに挿して充電するような感じになってますね。こちらの方ちょっと言っとこうと思ったのと、あと、これね、これも紹介しとこうと思います。今回ね、これも無料でサービス品でついてる、まあ、この台みたいな分ですね、こちらの方になります。簡単な説明書と台、こういう風な台ベースになってますね。これにこう土台になるんで、こうカチンとこう、向きがあるようなので、こうかカチンって言いますね。こういう感じでやると、置いとくと。でこれね最初ね、今でも別売りで今キャンペーンで一応付属してるような感じになってるので絶対いるみたいです。じゃないと、こう立てておくことができないので、あとどっかにこう、旅行で持って行ったり出先で撮るときもこのベースがないと、やはりどっかに置いてね、こう撮りたいときもあるみたいなんで、結構ねないと不便みたいですね。他の方のいろいろ意見聞いてるとそういう風なものみたいです。であともう一つね、バッテリーがサービスでついてます。これも箱開けてみます。多分バッテリー入ってるだけですよね。まあ、バッテリー、まあ、説明書と、あと、よいしょ、中にも説明書が入っています。結構梱包が、まあ標準のバッテリーがもう一個入っているような感じです。じゃあね、すみません、また充電の方今からやっていこうと思います。はい、ちょっとね、充電待ってたんですけど、どうもね説明書をよく読んだら3時間くらいマックスでかかるみたいなので、ちょっともうね、充電途中なんですけど、さっきね、紹介の方をやっていこうと思います。まあこの状態で、まあまずね、ちょっとさっきねボタン関係見ていきますか。でこういう状態で、これが手元のコントロールになりますね。これはジョイスティックみたいなものがついてて、録画とシャッターみたいですね。録画ボタンとシャッターボタンっていう感じで、で側面に、これね電源ボタンがついてます。これ見えますか、ね、電源ボタン。であとこちらの後ろ側にトリガーみたいなのがついてて、これもどうも撮影の時に使うみたいです。で、下側はこんな感じで電池の、充電電池の入れる、ところですね、になってます。これで電池が外れます。録をかけますね。で、三脚ネジがね、これも結構レビューされてるところで、なんで横にあるんだっていうことでね、不満を言われてる方がいて、これちょっとさっき締め込んだのが強すぎたのかな。三脚ネジ、ね、
すいません、三脚のこのカバーですね、入ってて、ここに三脚ネジがあります。なので専用の三脚、DJI の三脚を使うか、それともなんかこうちょっとね、スペーサーみたいなやつ、三脚のスペーサーみたいな部品が売ってるみたいなので、そちらをつければ、普通の三脚ですね、雲台のところをクッと曲げて取り付けすることができるようです。ちょっと試したことがないのでね、一応そういうふうにいろんなとこ情報を見るとそういうふうに書いてました。一応キャップね、はめていこうと。これあんまり強くやるとさっきみたいに外れなくなるので、ちょっと軽く締めとく方がいいみたいですね。で、早速ね、電源を入れていこうと思うんですけれども、さっきね、このスマートフォンを取り付けるんですけれども、このね、後ろのところにネジがついてて、このネジをね、回すとですね、回すとここが広がるような感じになってますね。こういうふうにね、これで挟み込む感じになってます。こういう、よいしょ、こういう感じですね。落ちないように、まああんまりね強く締めすぎてもダメだと思うんですけど、締め込んでいきます。で、あとはですね、この後ろのところに、ここにもネジがあって、ここでこうね、ちょっと横にスライドするような感じに、ちょっとこのバーを伸ばせるんですけど、こういう感じですね。こういうふうにちょっとですね。で、これ何かというと、ね、平らなところに置いて、平らなところに置いて、この、なんですか、バランス、これが平行にちゃんとなるように、重心がセンターに来るようにここで調整をするようです、ね。で、まあこういうふうにバランスが取れる状態にしといてから電源を入れると。これをしてないとちゃんと正常動作はしないということに書いてましたから、そこだけ注意してやっていきましょう。じゃあちょっと電源をね入れていきます。はい、ちょっとね今いろいろやってたんですけど、どうもねこれね、電源入れるとかそういう以前に、まず DJI のアプリをダウンロードしないといけないみたいですね。でちょっともうね今ちょっと作業もしちゃったんですけど、こういう風な DJI、 ちょっと僕言いますかね、 DJI のこの DJI GO というね、アプリをダウンロードします。でこのアプリをこう立ち上げたらですね、もう勝手にこの、オズモの電源を入れてると、結局この DJI GO ってやつが、ドローンを制御するアプリも兼ねてるので、インスパイアとか他の、ドローンの選択画面とかにもなったりするんですけど、私のやった場合はこのアプリを立ち上げて、この DJI オズモの電源を入れると自動的にオズモの選択画面になって、でオズモ自体をアクティベートするような感じで初期設定をしていく画面になりました。でそれ自体はそんなに難しくないので、もう次へ次へと進んでいけばアクティベートが完了しますね。一応私は DJI のアカウント自体を持ってるので、そちらの方でサインインしたような状態になって出るんだと思います、はい。もう私はもともとこれにもセットしてたので、次で、そのまま行っちゃいました、ね。実際そしたらね、カメラにセッティングしてどういう動きをするか、見ていきましょう、はい。じゃあね、実際の撮影する手順なんですけれども、アプリは最初に立ち上げといた方がいいんだと思います。それで挟み込むような感じですね。先ほどもやって挟み込んで、後ろのとこを締め付けしていきます。でこの状態でバランスをとって、こうね、真正面、こう平行がね取れるような状態にした状態で、
電源スイッチを入れます。 1.5 秒くらいね、下にピュッとやってると、電源ボタンをやってると電源が入るような状態になります。で、もう電源が入ったらですね、こういう状態ですね、こういう状態になってますけど、まあ、どうやってこうね、こういう風な感じでやっても見えますかね、一定の状態を向いてるような感じになります。これまたね、映像を撮って、皆さんにはね、いろいろご紹介していけたらなと思うんですけど、これもいろいろなモードがありましてですね、まあ実際こういう風にまっすぐ撮ってる状態でこういう風に移動させるとかで、あとまあなんていうんですかね、顔を認証して追ってくれたりもする機能もあったりします。そちらの方はですね、また別の動画でいろいろね、私自身もこれちょっとまだ使ってないので、使い方をしっかりと勉強した上でちょっとずつご紹介していけたらなと思います。今日はですね、とりあえず商品の開封動画ということで終わらせていただきます。じゃあさようなら。